Japanese. Yo, I'm Zaki. Yo, I'm Jigashi. So, Siri です。よっしゃっしゃー。キャメラマンは Young。はい、ということでですね、僕たちダンスよくしますよね。で、まあファッションとかも好きじゃないですか。で、音楽ももちろん大好き。なんかその分野で言ったらしたことないなっていうのがあるんですよね。そうだね、確かに。何それ。逆に何だと思う。釣り。ということでですね、ラップですよ。来た。そう。ラップまだやってない。安いな、右のやつ。この間ね、ドライブしてて曲でみんなで替え歌選手権みたいなやつなんですよね。それをやってたら、なんかこれ遊びでやったら面白そうだねっていう、まあ遊び感覚でね、今日の企画を出してみました。ということで、ピタ君、ラップラップ、オリジナルラップゲーム。はい、ということでね、ラップをします。じゃあ、説明の方スロちゃんお願いしていいですか。いやだ。今回ですね、まず曲っていうことでさ、肝心なビートが必要じゃん。そうだね。なんで YouTube からフリーのビートを持ってきました。はいはい。そしてですね、まずフック、ワンバース、ツーバース、フックっていう形であるんだけれども、それを3人でいい感じに割り振って、オリジナルラップを作るっていう企画で、今回リークとか書くの大事だから、その時間を設けて、それぞれ作った歌詞は分かりません。その曲を歌うまで。だから発表の時にせーので歌って、お互い何書いたかが分かるっていうね。これはちょっとダメだな。結構大事だと思うんだよ。あ、割り当てがね。特にフックって曲のイメージになるわけじゃん。すげえ現実的に喋ってるけどさ、これ遊びだからね。まあでも一番重要かもね。サビだからね。フックっていうのはサビっていう。あ、そう、サビね。その肝心なフックは誰がやるの。じゃあじゃんけんにします。じゃあじゃんけんって言うで。もしかしたらだってね、これ曲出るかもしれないしね。あ、絶対出ないでしょうね。肝心なビートなんですけど、はい、こちら。あー、これね、めちゃめちゃキャッチーだね。うん、音がキャッチーだね。これちょっとポップな感じで、まあ、あくまでもトラップね。うわなるほどね。BPM いくつだと思う。72。7000。正解は7兆。全員がボケた。はい、こういう感じになってます。でですね、曲を作るにあたってやっぱりまあビート大事ですよね、うん、もう一個ね、まっさらな状況で曲作るって言われてもバラバラになっちゃうじゃない、うん、テーマ一個決めましょうよ。そうじゃあ今からテーマを作るんですけど、テーマに沿ってリリック書くじゃないですか。できた曲に最後曲名をつけるってまでが今日の企画にしよう。そうだね。で、曲名一番良かった人が優勝。え、あら、もう曲名も俺らで決めるんだけど、視聴者さんが決めてほしいよね。あ、何、コメントしてくれればね。そうそうそう、じゃあ視聴者さんがコメントで曲名書いてください。あ、それいいじゃん。じゃあテーマ何入ってる。テーマは、いやいや、すぐ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 。ヤンキーの日曜日。むずすぎる。あ、いいんじゃない。でもそんぐらいの感じで。マジで、ヤンキーの日曜日。ヤンキーの日曜日、それ捉え方だから。別にヤンキーっていろいろあるから。いける、マジで。ヤンキーの日曜日本当に大丈夫。だって他にあんだったらいいんだよ。ヤンキーの日曜日か、ヤンキーの水曜日もあるけど。うわ、日曜日。いや、日曜だろ。日曜日だな。なんだこれ。はい、じゃあ早速いきますか。俺がラップだ。俺がラップだ。ジャパニーズ。はい、じゃあとりあえず場所から決める、どこやるか。そうだね。フック誰行くっすか。あ、じゃあみんなでさ、とりあえずどこやりたいか言って、もしかしたら全員違うかもしれないじゃん。じゃあ俺ワンバース目、ツーバース目、フックだ。うん、マジで。あ、じゃあいいじゃん。そうじゃん、フック。これでも難しいけどな。間違いない、どこも変わんないよ。じゃあ順番としてはスロー、ザケル、スリムで最後スローで終わると。そうだね。まあ多分見てる人はね、途中で飛ばしたり止めたりする人もいるだろうけどね、あの最後までちゃんと見てください。1分半ぐらい飛ばさず見てほしいですよね。いや、マジで飛ばさず見てほしい。我慢しろ、そんぐらい。注意事項言っとくじゃん。注意事項、まずね、俺らがラップをやるっていうこと自体もう否定するやつのやつら出てくるわけよ。もうね、こんなやつらがラップを舐めるなと。ラップを何だと思ってんの。ヒップホップ舐めんなとね。そういうやつはシャシャンな。本当に。ジャパニーズ。じゃあ今から早速おのおので考えようか。はい、はい、これむずいぞマジで。これマジでむずくない、これ。どうですか、ヤンキーの日曜日どうですか。まあとりあえずまずフローを作んないと。おー、いいね。それはどうですか。インスタ見てた。はザキルどうですか。地元が八王子ということで、まあ俺はヤンキーではないんですけど、周りにそういうやつらをよく見かけてたので、まあかなり。なるほどね、いけそう。まあ素材はありますよ。ラフな感じで作るから許して。やだな、撮影中。どうしたんスロー。あのさ、ちょっとルールではなかったんだけどさ、あのヤンキーじゃん。はいはいはい。それぞれヤンキーの感じが違ったらあれなのかなと思って。俺フックでさ、俺らがヤンキーっていう感じで、ヤンキー目線で書いてる。ドレッドのヤンキーっていう感じで書いちゃってるから。あ、なるほどね。忍者がヤンキーっていうこと。あ、そういう設定で書くのね。だからなんかそこでさ、変わっちゃったらどうなのかな。あ、なるほどね。あ、別に俺は何にでも合うから大丈夫。スリムは大丈夫です。
そうだな。アーティストいる一人。アーティストじゃん一人。やるい俺はもう優勝だよ。これは優勝とかねえん、間違いない。じゃあ早速いきますか。よし、いける。俺がまずフックね、はい、サビで、ザキルがワンバース目、はいはい、で次2バース目スリムで、もう一回俺のサビ。おお、まあね、ちょっとみんな結構ガチな感じ。え、これマジで作ったからね。みんなねガチだわ。だけど本当に遊びだからね。本気の遊びみたいな感じ。じゃあね、テーマはヤンキーの日曜日。はい。よっしゃ、忍者ウィンメイドイッド2021、レッツゲー。よー、やべえ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 、まだそれからね。やんちゃまこもり、ヤンキー、俺はヤンキー、角刈りじゃない、ドレッドのヤンキー。おお、あまりバーで俺ら頭ふらし、髪を揺らし、楽しい暮らし、あー、ヤンキーって楽しい。ヤンキー、俺はヤンキー、やばっ、すげえ。肩が見つかりに流れるお前に放つ一言、争いはやめて、単独しちゃいだよ。八王子歩く北口、日曜日やる言葉なし、腰回り偽物のグッチ、一気に風切りやり、ラッピー。自分を着飾りオラオラしていたあの日から、気づけば無数のゴールドチェーンが俺らの周りに転がってる。こうして流れより今は言葉を音楽に乗っけて分からせる。街のゴミから世界に羽ばたき、花が花咲かせる。ヤンキー、俺はヤンキー、角刈りじゃないドレッドのヤンキー、たまりバーで俺ら頭ふらし、髪を揺らし、楽しい暮らし、あー、ヤンキーって楽しい。ヤンキー、俺はヤンキーだけれど、あらぬ嫌い、盗みしない奴に見える明るい未来と、肩がぶつかりにらわれる前に放つ一言、結果をやめて、バンドもしちゃいない。OK、YOジャパニーズ。いや、ということで終わりました。終わったね。とりあえず想像以上にヤバいな。神曲できたじゃん。まさか日曜日のヤンキーがここまでになると。ヤンキーの日曜日、間違いない。じゃあフックから発表していきますか、はい、うん、解説ね。今回はですね、やっぱフックサビだからすげえ大事じゃない。そうだね、一番大事ですよね。そう、キャッチの方がいいと思って、とりあえずまあヤンキーっていうフレーズは入れるよね。そうでしょ。で、俺のイメージ的には俺らがヤンキーになっちゃったみたいな。あー、なるほどね。自分たちがヤンキー目線で、そうって感じで、まあ角刈りじゃないドレッドのヤンキーっていう。勝手に ね、その昔のヤンキーは角刈りってイメージがあったの。パンチパーマとかね。はいはい、結構なんか耳障りが良かったっていうのが。なるほどね。聞きやすかったよね、めちゃくちゃ。ハマり場で曲聴いてドレッドが揺れて楽しいことして、ヤンキーって素晴らしいなっていう。なるほどね。で、次に悪いことしないやつには明るい未来が見えるんだぜっていうのと、それなんて言ってリリックは、争い嫌い盗みしないやつに見える明るい未来。で、次肩がぶつかるわけよ。おお、うん、睨むじゃん、お前なんでしょうね。で、俺らは喧嘩しないから言うわけよ、喧嘩はやめてターンアップしちゃいなよって。おお、それをじゃあ一回一通り今歌ってください。じゃあスローボーイくん、お願いします。きます。ヤンキー、俺はヤンキー、角刈りじゃないドレッドのヤンキー、たまりバーで俺ら頭ふらし、髪を揺らし、楽しい暮らし、あー、ヤンキーって楽しい。ヤンキー、俺はヤンキーだけど、争い嫌い盗みしない奴に見える明るい未来と、肩がぶつかり睨まれる前に放つ一言、やば、喧嘩をやめてターンアップしちゃいなよ。やば、マジですごい、本当にすげえ。ジャパニーズ。はい、自分は地元が東京の八王子って場所で、はい、ヤンキーが多いんですよ。スローの言う感じとはまたちょっと違うんだよね。俺が見えるヤンキー像。なるほどね。書きました。八王子歩く北口。まあ、北口っていうのは南口よりもちょっと治安が悪いというか。おー、なるほどね。ピュアっていうゲーセンがあって、そこにめちゃめちゃヤンキーがいると。で、日曜日やることはなし。おー、ヤンキー基本的にやることないから。で、腰回り、偽物のグッチ。そこはもう爆上がりしたね。これ意味わかるよね。ベルトに偽物のグッチを。つけると、どうにかフレックスしたい。そう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 。で、次のリリックが、イキリ、風切り、やり、ラッフィー。おお、じゃあ一回やってみて。じゃあ一回やっていいですか。ここから、八王子歩く北口、月曜日やることはなし、腰回り偽物のグッチ、イキリ、風切り、やり、ラッフィーよ。いいね。すいません、スローボーイと僕が後ろで、うん、なんか笑ってたね。顔を合わせました。何？月曜日とおっしゃってました。月曜日やることはなし、
腰回り偽物の月曜日やることはなしあれもしかして曲あんま入ってこなかったの？ん？ジャパニーズ。はい、続いてじゃあ、スリムです。もう僕、勝手な予想だったんですけど、二人がもうすごいトラップ、リズミカルな感じで来るだろうなって思ったんで、で、なんか僕のその2バース目が結構音が最初なかったりして、だからちょっと喋り口調でいこうかなって思って。おー、なるほどね。じゃあまずリリックから。メッキのチェーンで自分を着飾り、オラオラしてたあの日から。気づけば無数のゴールドチェーンが俺らの周りには転がってる。おー、もうヒップホップドリームじゃん。テーマは日曜日のヤンキーから音楽で鳴り上がるみたいな。おで次、拳で殴るより今は言葉を音楽に乗っけて分からせる。おーおーおー、ラッパーっぽいな。で最後が街のゴミくずから世界に羽ばたき必ず花咲かせる。おお、以上です。やばいね。じゃあスイミ君お願いします。はい、いきます。メッキのチェーンで自分を着飾りオラオラしていたあの日から、無数のゴールドチェーンが俺らの周りには転がってる。拳で殴るより今言葉を音楽に乗っけて渡せる。街のゴミ袋が、っていう感じで、ね、そうです。やばいね。やる前からめっちゃ噛んじゃいそうだなって思ってたんですけど、本番もちゃんと噛みました今も噛む、ね、今も噛む、ね、てか盛り上がっちゃって音聞こえなくなっちゃう。みんなちゃんとそれぞれのヤンキーを出せるんじゃないか結構すごくない？すごいすごい。てか曲名どうする？ああ、曲名ね。俺あるわ。おー、なるほどね。3人の歌詞を全部聞いた上での曲名。はい、私たけくんのタイトル。たけくん言うね。ヤンキーフィナゲットドリップ。なんだそれ。え、意味わかる？わかんない。意味はヤンキーにフィナは何々するつもりみたいな。ゲットドリップはこういう、うんうんうん、だからヤンキーは、なるほどね、成功するみたいな。なるほどね。ちょっとかっこいいな。はい、じゃあ続いてスリム。スリムが思う今回の曲名は、はい、ドリームオブゲトーです。うぜえな、なんか俺はヤンキーフィナゲットドリップだよ。なんでお前言うの？なんで出てくんの？そろそろ、マジで思いつかな。もうそれ曲、あ、お、出たか。これだ、オムライスウォーター。え、なんて言ったんすか？オムライスウォーター